皆様、本日はミッドナイトフライト BLD アラスカアンカレッジ国際空港行き158便をご利用いただきまして誠にありがとうございます。当機はただいま太平洋を通過中。アンカレッジ空港までの飛行時間は残り2時間30分。到着は日本時間の午後6時30分、現地時間の午後11時20分を予定しております。ただいま現地の天候は晴れ、気温マイナス5度となっております。本日は飛行中揺れることが予想されます。なるべくお席を離れないようお願いいたします。ご用の際はお近くのキャビンアテンダントに遠慮なくお声をおかけください。それでは快適な空の旅を。はいはい、呼びました？今行きますよ。本日の機内食はビーフ、ポーク、チキン、どれになさいますか？え？全部赤ワインじゃないかって？そんなことないですよ。ほら、ちゃんとラベルに書いてあるでしょ？牛の血液、豚の血液、鶏の血液。ああ、おっしゃりたいことはわかります。でもね、人の血液はそう簡単にはご用意できないんです。機内食があるだけでもありがたいと思ってください。あら、何ですか？そんな目で見ないでください。私はね、ゾンビバニーなんです。血管に流れてるのはほぼ薬品と防腐剤。足のまずさだけは保証しますよ。あら、どうしたんですか？気持ち悪くなっちゃいました？そうだ、いいものがありますよ。ほら、人工培養の合成血液ですけどね。コルチゾールにアドレナリン入り。恐怖でパニックに陥った人間の血とほぼ同じ配合です。これを飲むと元気出るって人もいるらしいですね。ああ、でも、飛行機ではゆっくり眠りたいって人も多いですからね。そんな時は、こちら。ドーパミンとセロトニン配合の合成血液。深い快楽にとろけた瞬間の人の血を人工的に再現したものになります。お休み前に飲むといいらしいですよ。まあ私ヴァンパイアじゃないんで、細かい味の違いはよくわかりませんけど。え？何ですか？飛行機なんか乗った覚えがない？ああ、ヴァンパイアもあんまり長生きすると記憶がダメになるんですかね。だってこの飛行機はヴァンパイアのお客様専用ですよ。ああ、そう言われましても、チケットのことはこちらでは分かりかねます。どうなさいました？ああ、客室乗務員が変でした。さようでございますか。何か失礼がございましたらお詫び申し上げます。ご用は何でしたか？はい、このチャーター機はアラスカ直行便ですが、それが何か？すぐに戻りたい。私どものツアーに参加されないのですか？手違いですか？それでしたら現地空港に着いてからのお手続きになりますが。おや、私の顔に何かついていますか？見覚えがある？ああ、やっと思い出してくれたのですね。会いたかったですよ。あなたとタクシーで出会ってから1ヶ月ぶりですね。実はあれから毎晩あなたのことを思い出して。ああ、お客様、
どちらへ行かれます？化粧室じゃないですか？うん。二人で入るとさすがに狭いですね。こんなところに逃げ込んでどうするつもりだったんです？この飛行機からは逃げられないんですよ。だってそうでしょ？海にでも飛び込むつもりですか？向こうに着いたって逃がしませんよ。せっかくあなたを眠らせてここまで連れてきたんですから。どうやって？そんなものは簡単です。だって、お忘れじゃないでしょ？あの夜タクシーであなたの家まで送り届けたことを。あなたの家は分かっていましたから。お元気そうでよかった。眠らせて連れてきたんですけどなかなか目覚めないので心配しました。そんなに怯えないでください。時々いるんです。相性というのか、これ以上ないくらい好みに合った血を持つ人間が一口味わえば忘れられない。舌と体が一目惚れ。そう、これは運命みたいなものですよ。だからどうか逃げないで。大切にしますから、ね。第一、なぜそんなに慌てて帰りたがるんです？あなたにだって休養が必要でしょ？ほんの一週間くらいの滞在です。あなたは何もしなくていい。ただそばにいてくれさえすれば。時々ほんの少しその血を味わわせてくれたらそれだけで。なぜアラスカに行くのかって、それは極夜ですよ。冬の間日の出ている時間が極端に短くなり、長い長い夜が続く。私たちヴァンパイアにとって理想的な保養地でしょ。あなたもしばらくのんびりしたらいかがですか。私たちがずっと前から使っているホテルがあるんです。設備が完璧に整った快適な宿泊施設ですよ。ああ、お望みなら、オーロラ見物にでも出かけたらどうです？連れて行ってあげましょう。そのくらいあなたのためなら。し、あまり騒ぐと他のお客様にも気づかれてしまいます。当期のお客様はヴァンパイアばかりですから。でも大丈夫。私があなたをお守りします。他のものになんか触れさせませんよ。あなたは私のゲスト、私だけの大切な獲物ですから。あなたの匂い、懐かしい。どうかもう一度、抱きしめさせて。なんて可愛らしい。到着までまだ時間がありますから、もう少しこのままここで。こうしていたい。あなたに触れていたい。大丈夫ですよ。この前だって言いたくなかったでしょ。でもまだ血は吸わない。それは、到着してからの楽しみにとっておきましょう。